何の真似だ。クソ、教官逃げろ。一人か。待てよ。何か勘違い。娘さんは、教官は俺が幸せにしますってな。やるしかねえんだ。 見逃してくれ。そうだ、金を山分けしようぜ。俺たちが逃げたことにすりゃ。落ち着け。
俺はただの通りすがりだ。え？じゃああんた、後部組？違う。訳を話せ。どうなってるんだ？追われてるんだ、俺たち。強化の親父、後部組から。何があった？強化が一緒に逃げてくれって。そうだ、俺早くあいつのとこ行ってやらねえと。どこにいるんだ？デボラってクラブだ、劇場前広場の。あんた悪いけどもう行っていいか。ダメだ。お前ら、タカシ、お前チーム抜けるってよ。メールで済む話じゃねえだろうが。後で筋は通すつもりだったんだ。いや、お前はとんざらするつもりだった。な根性だからよ、パシリで鍛えてやってんだろうが。今急いでんだ。なめてんじゃねえぞ、こら。なんだ、おっさん。行けよ、タカシ。今日はちょうど打とうと思ってたんだ。ひねくれたカーブをな。だと？行け。すまねえ。おっさん、今さら謝っても遅いぞ。おい、一つ貸しとくからな。タカシのことはほっといてやる。どっちにしろあいつは終わりだ。筋もんが網張ってるからな。なんでそこまでするんだ？あいつの女、親父の金持って逃げたんだってよ。親父の？組の金か。デボラってクラブだ、劇場前の。手間のかかるガキだ。
っと。
してんだよ。じゃあね。いらっしゃいませ。いいな。ありがとうございました。おお。